はい。山笠はむしろね、こう、楽しみに俺もしてるんだけど、ボーナスシナリオやっちゃわないと、俺、パーツもらえないんで、やります。奮戦のバトルフィールド。バランス性のゲートを抜けて、マゼラン銀河。いつだ？分岐シナリオの前ぐらいか。シミュレーターか結構長いんだよなこれ無双ができないからな。全部半端改造でしょ。あやっぱりな。あそうだね。まあなんかまあ強いやつ突っ込ましときゃいいと思うんだよね基本的には。まあいつもの、いつものメンツでいいんじゃないですか。よくわかんないけど。これなんか半端になんかユニコーンとか出してもさ、2周目の楽しみみたいなものがさ、なくなるから。飲むしておこうか。まあ、SR ポイントないから、まあ、のんびりやればいいんですよ。使徒がいるんだけど。結構厄介だな。思ったけど敵の攻撃が当たらん敵の攻撃が当たらんいつものやつ。誰こいつ？カークス？誰だよ？ホットデの地というか全く戦ったこともない知らんやつが出てきた。誰？ちょっとこっちの戦力こっちの戦力が弱すぎるんだけど。マーシャルアーツおじさんはなんで 0% だった？
お、じゃこいつらどこ行ったの？そういえば。俺中華姉妹どこ行った？生身の方が得意だけど。フィールドを持った機体が絶対最大戦争に。少しは楽しませてくれるの。毎回仲間になりそうで仲間にな。仲間になりそうでもないか。毎回殺されてるから。わあ、ドーベルだ。やばい、ロザリーが。うわあ、ちょっとめんどくさいぞこれ。これめんどくせえな。機械行動のやつなんか出すんじゃないよ。いい加減にしろ。うわ、とりあえずもうこいつをなんとかしないと、こいつをなんとかしないともうこのターンで終わるぞ。めんどくせえな。しょうがないんだな。わあ、しょうがないと当たんねえじゃん。いやー、きついなこれ。何も使わねえと当たんねえな。こいつよりも、まあ、こいつか次来るの、まあ、これ、あの、分かりやすい、分かりづらいとこに立つんじゃねえ。何こいつ、誰、なんだこの、すごい、すごいなこれ、怪獣じゃん。これは自分で自分の首絞めたな。もっと熱血持ちのやつとかを大量に出してクリアするシナリオだこれ。まあ別にクリアできないこともないけど。間違えた。なんで手加減使ってんだよ。手加減効かねえだろ、だって技量が高くないほら。違う、全然見たことも聞いたこともないやつが死んだわ。いや、この辺の連中か。一気にやった方がいいだろう。いや、あいついなくてよかったな。あの、なんだっけ、レナード。あいついたらマジで終わってた。
ミレーターって言うけど、どうやってやってんの、もう実際に機体に乗るのかと。ゲーム の, あのコントローラーみたいにしてさ、動かしてるのかな、なんかよくわかんない。どういうあれなのかよくわかんない。シミュレーターの概念がよくわからん。細かいなんかそういうスキル。全然ないから、見た目より全然大したことないな。何これ何これ、ダイナの使徒、名前はなんだこれ、なんかあの名前のわからないあれみたいな形状してるな名前のわからないあれなんだっけそれ、はい、糸通すやつあれみてえ、あれみてえに見えなくて、保護色、保護色なんだよな、リリキス。勝てないですか。おお危な。おお危な。あ、なんか隠れてた。こいつふざけんなよマジで。隠れてやがった。やらしい動きすんな結構。こいつほんまやってくれたの。誰なんだよ見たことねえやつが、見たことねえやつが急に出てきて、シミュレーターとして、シミュレーターとして使われている。私たちマジでどうなったの、ルート通ってなかったっけ。あ、間違えた。もうええわ、どんでもええわ、もう全然弱いし、ちゃんとシミュレーションが機能してねえぞ。ガドンさん、もっと強いわ、本物。
全にこっち有利ルールだもんな。まあ負けねえな。よほど、あ、よほど配置ミスらない限りこれ負けることないな。気がしますだってただ殴ってるだけ、ただボコ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 殴ってるだけだもん。向かい向かってくる知った顔、たまに知らん顔もいるけど、こいつはでもこいつはマジで硬い。最強攻撃の戦艦ってやばい。あの本当にこんなに戦艦が強いさスパロボってそうそうないから、なかなかそういった意味では楽しみ。だいたい戦艦ってどう使っていいのか分からんから、毎度毎度毎度。主人公の場合これどうなる、どうなるんだろう、どういう感じになるんだろう。あれじゃあそのままそのまま続き、美と力の共演。なんか悪ふざけの匂いが、悪ふざけの匂いがするぞ。スカンダルもあと数光年のうちにまで達した頃の話し、悪ふざけの、ほらほら悪ふざけだ。醜くも美しい争いが勃発しようとしていた。悪ふざけだ。仲間割れ。え？どっちがいい女かで揉めている。なんだそれ。女にもワイルドさが求められる。こんなご時世だから、つつましさや奥ゆかしさが求められるんだ。それ、もしかして自分たちのこと言ってんの？全然、全然評価が、自己評価が正しくないっす。もう、なるそう。最高の女性を決めようじゃん。そうでしょ。どうすんの。あ、何これ。
何これ。最高にいい女は誰だコンビです。出すか。なんだそれ。出たかった。メディッサモンタイ秘密の魔法調査。それ言っちゃダメなやつ。美しきナース意味さやかファーギー、なんだその戦い地味だな。めちゃくちゃ地味だな。違う男同士なんだからどうでもいいだろお前ら、そこ戦わなくても。まとめられた。ヘルペロザイ、なんだそれだこれ。じゃあ俺が言いそうな。エルシャとマリーだ。エルシャとマリーだ。なんだその戦い。これお前ら戦わなくていいだろう。ナマリア、ルツイ、クリス。なんだそれ。だんだん雑になってきたぞ。なんだこの組み合わせ。美しいピン。髪がピンクのやつがさっきいたと思うんだけど、まあ期待の問題なの。なんだそれ。結局なんだよ、敵と戦うのかよ。なんだかよくわからんシナリオだな。そしてお前は何をしとんの。ちょっとお前が戦ってるところを見たいよ。多いな。ちょっとラインがつくまで待ってくれ。
当に迎え撃てばいいんじゃねえの、戦艦の周りにタムロして。やつが多すぎてめんどくさい。なんなんだよこれ、もうめんどくせえな。これ誰だよ、山本誰だよ。いや誰だよって言うか見えけど、あん動けねえじゃん。あ、もう動いた。本当に普通に仲間になった。排除する。ラミラスの誇りを忘れた者などに、これで終わりだ。期待を破棄する。伊藤静香、お偉いさんに後ろから飛び蹴りをしてる感じ。酒のエピソードの話が面白い。誰の声やってるっていうのはあんま知らないけど、あんま知らないけど、酒のエピソードだけは面白い。こいつら全員金塊5万持ってないかな。え、篠原が言っていた。誰、篠原。誰、知らねえ日本人の名前がいっぱい出てくる。敵が弱すぎ。改造だろこいつは多分。これボーナスシナリオってさ、あれなのかな、 DLC なの、まあ、でも DLC は DLC で別にあれっぽいけど、この辺の DLC 歌ったりするのかな。感じになっちゃうけどさ、基本強いやつを突っ込ませて終わらすの早いわ。32よ、もうユリじゃん。あのこのなんか戦いの前のセリフが面白いから一応戦わした方がいいよ。前のセリフで決めてやる、面白ポイントで決めてやる。誰が一番いい女。
戦闘前の面白い一言で、あの面白ポイント。ゲイとか間に合わねえぞこれ。あんまりちょっと状況が変わった。あんまり一人で倒さないでくれ。何回いいようになってるんだ。一回戦闘したやつからもう引いてってくれ。戦闘したやつ詐欺やろ。普通だな。ポイント低いですよ。普通だな、お前。ちょっと待って、俺に何癖をつけさせて。ね、そんなにいじめてんの？もうよく知らないんだけど、シードのことあんまりよく知らないから。こいつ普通のことしか言わねえな。ユーゴの青木流星、そんな名前だったの君。ダッサザフトの赤い閃光並みダサい。あと誰？だな。お前らマジで普通だな。これはちょっと面白ポイント誰も稼げてないぞ。ちょっと面白ポイント稼げそうな人がいたわ。え？普通だなお前。俺の最後の希望がお前なら面白いこと言ってくれると思ったの。うわやばい、敵がもういねえ。誰だと。ヨーコとレイとマリエダとサヤカとかその辺かな。エルシャもまだか。ちょっともうあんまり攻撃しないでくれ。あ、ダメだ、これもう誰もふざけないやつだわ。残念、誰も悪ふざけをしないやつだわ。ほら普通だ。真面目だなお前ら。もうちょっとふざけない。
中だな。やばい、もう最後の、ああまだいたか。マジンガー軍団一斉攻撃。普通だな。おい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 、勘弁してくれよ。あと、あと勇者とレイド終わりじゃないか。当たらないから適当にやってやる。あ、やば、一体だけなんかすげえ混じってた。真面目だな、真面目しかいねえな。最後の、最後の、お前が最後の望みなんだ。とどめ任せる。状況を理解していた。今よ、仕掛けて。誰だ、照準。お前は出ねえ。お前も出たら変なコスプレして、変なコスプレしてわけわかんない正解に出てきたらいいんじゃない。私です。え？あんたよそりゃ。解散。DLC だと思うんだけど、フルパックのダウンロードフォーム、ワンダフルプレゼント、ラブリープレゼント、タツさんに手紙。だから誰なんだよタツさんって。おいしんぼに出てくるあいつだ。またこの話だ。おいしんぼに出てくる不老者だ。お前いつも不安にとらわれてる。シミュレーター系かなこれ。案外長いな。サクッと殻つけて。
だろうね、まあ、さっきのメンツでいいんじゃねえの。そんなに苦戦しなかったし、高いじゃん、やる気じゃん。こっちはお昼だわ。本当に普通に戦うべき。まあいいけど。あれ？なんかこっちの配置崩れたな。どうなってんだこれ。あれ？サリアンっていうことどこ行った？こいつ。あれ？何のことなんだ。あ？なんだこれ。おいこれで適当に突っ込ませればなんとかなる。無双までやりてえな。どうしようかな。やっちゃいてえな。山岡さん無双が気になって手につかないから他人の夜も寝れねえよ。まあ明日もこれ行きましょう。わ普通に強い。当ててくるっていうのが結構厄介。まあここだとやっぱ当ててくるやつが厄介。全員厄介だな。そうなる。そこのペンギンメカとか以外は大体厄介。いやこいつも結構厄介だな。普通に当ててくるな。あんまり遊べないなこれ。誰か一人を突破させときゃええやろっていうもんでもないな。かくらん何回使える。ああ結構使える。ラム、あ、そんな合体攻撃もあるんだ。
勇者がシール使えるか、これあんまり変な遊びができない。たまには真面目にやる。戦艦の近くで固まってるとこんなもんで、いやこのゲームポイントあれよね、 SR ポイントをさ取ろうと思うから、取ろうと思うと結構被弾したりして厄介なことになるけど、別にこうやって固まってずっと固まって戦ってもいいよって言われたら全然難しくないですよ。時間が近くにいるだけでこの確率だもんな。全く当たらなくなる。指揮官のなんだろうな能力って被るのかな、重複するのかな。試合してると結構危ねえな。あの奥にいるやつら全員2回行動じゃねえか。やばいね。誰が死にかけてる。とりあえずヤマトだ。こっちは理由は敵を倒して知ってくる。熱血2回は結構美味しいんだよな。戦艦あるI'm gonna go to the hospital.
何だ。ああ、ザビンネか。あったねー。あったねーか。中心でやっていける。なんであれ普通に当たるの。やってしまった。いやクリムゾンマーシャルアーツおじさんが全然当たらなかったから いけるんだなと思ったら全然いけなかった。なんでだ。なんでこんなに避けるの。見切りか。それにしても0と60% ぐらい違ったぞ今。なんでマーシャルアーツおじさんこんなに避けるの。あ、また嬉しい。アルバジールじゃん。しかもなんか言っちゃってるよ。大丈夫。この携帯のザビーナ見たこと見てねえな今回。そう、私には成し遂げるべき大望がある。貴様の存在は許されない。死ねえ。風向きが悪く、うん、結構やばいな。うわっ、こいつもいいのかよ。やばい、これクリアできないまであるぞこれ。てくんだ今回。全開だな。おい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 、やばいぞこれ。やばいね。ロザリーとか出してる場合じゃなかったわ。割と本気のメンツじゃないとダメなやつだ。
頭くせえな。どうしたもんかな、これ。ユリダも死にそうじゃん。敵が動かないからな、多分。ちょっと待ってくれ、もう出来の 30% 当たりすぎでしょ。まあ3割打者といえば聞こえはいいけど。うわー、これもうダメだな。ダメだよ。これはね、本気でやらないとダメなやつだわ。あ、やり直した。テイク2だ。あー、記録どうこうじゃねえな。信玄太の方がいいよ、これだったら。もうマジのやつ出すしかねえわ、これ。でもマジなやつって誰なんだろう。ここで使うのちょっと厳しいな。このぐらいまでが出せるギリギリだな。でもこれ修理要員が全然いないな。主人公機とタスクぐらいしかいない。多分待っててもいいことないんだよな。で、真ん中に進軍すると一気に囲まれて怒られるだけだから、どっちかに寄った方がいいと思うんだよな。変わらない気もするけど、真ん中はでも良くないわ。もう全方位から攻撃されるわ。あとは戦艦をうまいこと動かしてこっちに誘導させないとダメだ、敵のね。で、あとはかく乱の使いどころか、かく乱とシステム掌握の使いどころになるんだろうけど、結構きついな。まずいな、俺多分さっきのボーナスシナリオクリアした後にさ、セーブしてないから、ここ死んでも、死んだら何回でもやり直しさせられるからきついぜこれ。なんとかクリアするしかない。頑張って。いやー、こいつ結構厄介だな、こいつ。普通に避けて当てるんだよね。
クルーズオダギが異様に避けるな。なんで？まあここはもうカウンターアタックでしょ。俺の得意技で自分から手を出さない、相手に攻撃させてなんとかするっていう。分かった、多分あれだろう、最初のターンひらめきかかってただろう、クルーズを特殊能力で。だからだ。ちょっと待ってくれ、ウォルフガングがアムロに 50% ぐらい当ててくるんだけど。使わないでなんとかしたいんだけど、そうもいかねえよな。本当は本当はこいつら用に取っておきたいんだけど、とりあえずヒルダが死にそうだな。いやー、うまいことやりよる。当ててくるんだよな。さすがにちょっとセーブリセット&ダッシュがちょっと多くなりそうだな。アムロなら結構避けるだろうと思ったけど、全然そんなことねえな。以外にしっかり攻撃した方がいい。当たり前だね。初めて真面目にスパロコやってんの。おいいいわ、お前もう。難易度上がったな。アルファガイデンぐらいの難易度にはなった。どんだけ射程短いんだこいつ。戦闘アニメ見たいからさ、とりあえずオフでやるよ。なんかもうこれで散々見ちゃったらもう使う気なくなっちゃうからソフトリセットもあるらしいんだけど、何ボタンだか忘れた。全然当ててくるな、こいつら。どんだけ照準高えんだよ。
さっき 30% 当てられまくったから頼むよ今回ほんと。さっき確かに俺のやり方もさ結構下手だったっていうのは認めるけど、それにしたって運悪かったよ。出るまでセーブ&ロードを繰り返すしかない。相当強いだろうな。ただ指揮官とかの能力持ってないから、それで枠が一つ潰れてしまうっていうのがだるいっちゃだるい。あんまり戦艦3隻も使わないだろうな。やっとアムロが本気出したか。調子が出てきましたか皆さん。マープルだなこの中だと。こいつが圧倒的に鬱陶しい。じゃあか、これでなでしこに攻撃集中してくれればいいんだけどな。そううまくはいかねえよな。柔道が本気出し出した。ガフィートが柔道が本気出し始めたから結構いけそう。あとは刹那も早く本気を出してほしい。
サーモンみたいな戦艦だなこれ。あ、そっか、本気出し始めたっていうか、これかく乱使ってんだよな。かく乱使ってこれかいっていう。トビアはやってくれるだろうと思って出したらそんなに使えねえな。そんなに使えねえぞこれ。戦艦も強いからそれは敵の戦艦も強いっていうことになるからな。でも敵の戦艦はさ結構強いどの作品でも割と。味方の戦艦は弱いけど敵の戦艦は強い。例えばなんだろう、ダンバインのさビロイウィル・オイ・ウィスプとかさあれ強いですよかなり。 HP5 万とかあるし5万ぐらいなら大したことないかも。さあ何から始末していこうかな。まずこいつだ、確実にめんどくさい。仕留めにかけるよりもこうやって直感とかを使って死なないように削っていく方が正解なんじゃねえのかなって思うんだけど、どうだろうね。集中とかないの？あるんかい。こいつ2回コードだよ。2回。いや、これはやった方がいい。戦艦とかの攻撃が多分全然当たんなくなるから戦艦とかもう沈めちゃいたい。このなんていうか集中とかひらめきとか何も使わないでも多分もう倒せるから今の状態だったら戦艦連中かく乱かけちゃえば。であとは残ったやつらはもう精神コマンドで一気に片付けるみたいな。
レナードとか出てもらってよかった。俺セーブしたよな、セーブしたよな、俺セーブしたよな、俺。ああ、してたしてた、よかったよかった。え、くしょそんなことになると思わなかった。強っ。はもうさっさとやった方がいい。戦艦はもう各乱残ってるうちに倒せるから、問題はこの暗黒大将軍とフルフロンタル。お、なか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 いいところって陣ですか。やるね、さすがガンダム。トビアさん弱くねえっすか。この援護防御強いな。やっぱ援護防御ね、戦艦の援護防御強いな。そして援護防御はかかっている時にかじって攻撃が当たんねえっていう、別にいいっすけど。あ、いけるねこれ。本気を出せばこんなもんだ。なめんな。何年スパロボやってると思ってる。あ。しゃあなし。暗黒大将軍をちょっとこっちに呼び寄せたいな。こいつが欲しいな。ビジネスだ。いや、もうこれは熱血かけて仕留めちゃいたい。痛いなぁ。あいつ地味に仲間になったんだよな、そういえば。
丈夫かな、俺さんざんケツアゴだろなんだろうめちゃくちゃ言ったけど、届くと思わなかった。だん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 雑に、もういいでしょ、雑になってもいいよな、もう雑でも勝てる段階だ。ああ、何だそれ、中途半端な残し方は。こいつの攻撃範囲どうなってんだよ。硬い。まあロザリーだのクリスタの出さなければこんなもんだこんなもんである。こいつもしかして地味に HP 回復持ってる。あ、やっぱり。こんなに当ててくる暗黒大将軍なかなかいねえな。真面目にやれよ、こんなもんだ。精神コマンドあまりの不利だ。もうおかわりいけるぞ。もう一戦いけるぞ。こんな具合でシミュレーターの難易度が上がっていくのかな。
ちなみにこの舞台名変えられるらしいね。なんか違う名前にすればよかったね。なんか食べ物の名前とかにすればよかったね。枝豆とか。次なんか面白い名前。いや面白い名前って言わない方がいいな。これハードル上がるな。プチナインヘルプ。何プチナインヘルプって。1000ポイントもらえるの？結構ポイントもらったな、そして。何プチナインヘルプ。政治コマンド勇気をかける。あSP 回復。なるほど。ああ、なかなか熱戦だった。思ったより時間かかった。よーいた姫。何ヒルだ。懲りずに喧嘩売るつもり？すんだ。その面、買う気満々じゃねえかよ。格納庫へ来いよ。決着をつけようぜ。プレイヤーのみんな、そういうわけで私たちもちょっと席を外すね。ゲームを再開した時は私とアンジのどっちかがいないかもしれねえぞ。この後めちゃくちゃ。